どうも、徳さんです。盗塁をする時のコツはありますかという質問がありまして、なるほど、ちょっとまず僕話して、後で投手目線で兄貴にちょっと聞いていきたいと思うんですけど、まず一塁から二塁の盗塁っていうところがね、一塁から二塁、まず盗塁ってそもそも何が一番大事かっていうと、やはり走る勇気、これが一番大事なんです。もうそれがないとスタートが切れないんですよ。いいね、スパッと切れ味いいねトータル勇気っていう。そうどんなコツがあると言ったら、まず一つ、自分のリード幅を覚えましょう。ちょっと下コンクリなんですけど、ちょっと演説してみたいと思います。マジでちょっと色が変わってるこのライン、これがまあ一塁ベースの端としましょう。寝転がってね、寝転がって、立ち上がったところがここです。でここから1歩2歩と半分、これが基本リードです。ここやろ、ファースト言うたら。そう出る、今映ってる。めっちゃ出て、こんなもんか、こんなもん。俺それぐらいやで、その緑のとこぐらいで手前ので、これで帰塁のイメージはこっちの足を出してこうですね、すぐです。でここから1234567という形で自分の安全牌のリードを覚えましょう。なるほど、体に染みてんのとこはそれ染みてます、はい、絶対そこに行けるんです。そうです。で、ちょっと勝負をかけるときはもう少し広げて、安全牌のときは逆に狭めて、なるほど、いう形でリードを取ってます。なるほどなこれ意外と知らない人が多くて、闇雲でリードをすると知らないうちに大きくなってたとかで、いざ走ろうと思ってても意外と小さかったとかって結構あるんです。なのでこの基本リードをしっかりと覚えましょう。その上で次、ピッチャーの動作をしっかりと見るですね。ピッチャーの左足、こうなった瞬間に走ります。こうなった瞬間に走ります。っていうのは、よくこっちのね、軸足がこうなったら走るとかっていうことがあるんですけども、うまいピッチャーってこうやってやるんです。わかるかな。これもやるよ。こういうね、兄貴もやりますよね。こういう感じで一瞬軸足が投球に見えるように、そう一瞬と、まあ、俺もエグいけど、なので本当にうまいピッチャーは引っかかってしまうんです。でそこで僕が目をつけたのがやっぱ左足、こっちのちょっと入ったらスタート切ります。ちょっと入ったらスタート切ります。ちょっと入ったらスタート切ります。ピッチャー目線から言おうか。ピッチャー目線から盗塁のコツは、まあいいピッチャーはないんやけど、やっぱピッチャーってリズムが一緒になる時があるのよ。ランナーからしたら背中で判断しながらな、はいセットしました、投げる、はいセットしました、投げる、この間が一緒になると、まあ読めるとね、セットしたポンポンポン投げる、セットしたらポンポンポン投げるっていうタイミングが読めると、究極言うと本当にダメなピッチャーって投げるタイミングと牽制するタイミングも一緒なの。だからその瞬間に向こうに行くか戻るかだけなの。でそうなるとそのタイミングってこうね、守備でもあるけど、こうやってタイミング合わせるのと一緒でバチーンってスタート切られてしまうんだよね。逆にそれを読めると一つ盗塁の成功率上がるかなっていう。ピッチャーから言うと持っている時間を常に変えていく、長く持ったり走りづらいですね、短く持ったり、あともう一個バッターからすると、変な話ノースリーからワンスリーにするときとか、ツーワンとかツーツーとか、ピッチャーがこうバッターを打ち取りたいタイミング、変化球投げたり、もうこれこの球でツースリーにしたくないからツーツーからもう絶対に勝負球やって、まあツーワンとかで、もしくはノースリーとか、別に早くストライクが欲しいとき、牽制くる確率グッて減るから、バッターを打ち取れる瞬間、もしくはカウントが苦しくなってストライクがどうしても欲しい瞬間、来るとしても緩い牽制しか来ない、ノースリーとかもう投げたくなくてマー取ってこうやって、その時にノースリーがこうやってさブワーッと来へんからはよ投げってなるからね。まあそういうピッチャーがこう前に必死になる瞬間っていうのをカウントで見極めると意外と走るコツになるのかなっていう。深い？いや深いです。大丈夫？いや深いけど、まあでも盗塁っていうのはやっぱそれぐらい深いんです。バッターにとってもやっぱり有利になるのが盗塁という作戦なんですよ、やっぱねバッテリーはまっすぐ中心になってきますから、このランナー走るな、走られたくないなと思ったらどうしても速いボールでどうしても中心に攻めてきますから、そういった意味でバッターを助けるその役割もあるんですね、ランナーっていうのは。走る勇気、これです、持ってください。結局勇気、最終的にね、よろしくお願いします。